トレーラーが大きく横転しています。荷台部分は完全にひっくり返ってしまっています。事故があったのは日高町三岩の国道237号線です。午前11時前、占冠村方向へ走行していた大型トレーラーが道路沿いに設置されたガードロープに突っ込み横転しました。この事故で藁などを積んでいた貨物部分が道路脇数メートル下に転落、運転席部分はガードロープに引っかかり転落は免れました。運転していた男性は軽傷です。現場は片側1車線の大きな右カーブで、調べに男性はカーブを曲がりきれず道路をはみ出してしまったなどと話しているということです。